はい、よろしくお願いします。今回は、はい、許可状という許可状、はい、まあ、いわゆる墨跡というかあの手紙ですよね、消息ですよね、はい、で、書いた人が藤原のサリという、サリ、はい、はい、すごいな。あ、この初めにそうなんですよ ね、サリっていうふうに入ってるんですよね。で、まあ、今までその藤原のサリのこの許可状って実はいろんなサリの本だとか、はい、そういうのには出てるんですね、はい、で藤田美術館でも展示はしていたことはもちろんあるんですけども、はい、あまりこう世間に知られていないというか、うで、ね、はい、でまあ、箱書きにもね、サリの親筆親戚っていうふうに書いてあるんですけども、すごく面白い字なんですよ ね、 ですね、はい、最初の方はすごく真面目に書いてるじゃないですか、はい、この辺りとか ね、 そうですね、すごく硬い字を書いてしっかりしてるんだけども、だんだんと崩れていくんですよね、字が。で最後は本当になんか和歌を書くようにじゃないけれどもサリらしい、サリらしい、ね、はい、字に変わっていくっていう、なんかこの中だけでもね、文字の形を見てもストーリーがあって面白いですよね。ここに柿の壁、そうですね、ですね、壁ですかね。でこれもともとはサリが、自宅を、はい、まあ、壊れたとこ修理したいと、はい、で材木を買いたいんだけれども、ここにね美貌、かすかな棒ですよね、あの給料、給料、年俸とかの棒ですね、はい、だから給料が安くてそれがままならないと、でそういうことを、まあ、2000の財ですね、そうですね、それを訴えている、ちょっとなかなか面白いというかね、当時の何だろう、その貴族たちの暮らしだったりとか、はい、そこで給料が安くてっていう愚痴だったりとか、なんかいろんなことが書かれていて、はい、すごい楽しい軸ですよね。そうですね、サリの愚痴のちょっと愚痴が入った消息っていう、はい、うん、で実はこれね、2018年でしたね、はい、あの奈良の興福寺というお寺の、はい、中厳堂が、はい、ラッケ法要があって、はい、その時にもねこれを、はい、実はあのお客様から見えないところ、そうですね、あの通常お茶会だと、はい、本席といってお客様入るところに軸をかけて花入れを置いてするんですけども、水屋にも、そうです、ね、水屋というね、まあ、裏方が、裏でこうお湯の準備をしたりというところにも、はい、いつも軸をかけるじゃないですか、はいはい、であの時はこれを実はね水屋にそうですねちょっとかけて、はい、でその中厳堂がまあ落慶する、はい、その不審、ね、はい、こう建築があったの で、 そうです、ね、まあ、ちょっとこの藤原のサリの、あの、ね、表はね華やかな場面なんだけども、うん、こういういろんな苦心があって、はい、苦労があって、でそれで中厳堂ができたんだっていうのを、うん、まあ、ちょっとそこにかかると面白いなっていうの で、 うで、ね、あの時は水屋にこれを飾っていたんですけども、これでも実際はね本石にかけても全然もちろん、はい、この、まあ、表具が圧倒されるぐらい、そうですよね、すごい綺麗な、すごい陰金ですね、陰金すごいし、はい、ね、まだ金がちゃんとしっかり残ってて、はい、この辺りとかこういうところね、これだけ希少な陰金がちゃんと表具されてるっていうのは、うん、またこの装束が引き立ってるっていう、そうですよね、はい、まあこの人ってね結構いい加減っていうか、なんかあのって言われてるじゃないですか、まあね、どっちかといえばこう、ね、うん、あの堅苦しいところがなくて非常に砕けた人 で、うん、でね、いろんなこう逸話が残る方なの で、うん、でね、なんかそれが字のこの遊び方に出てるのかなっていう、うん、でも本当にね字が最後の方伸びやかになっていくじゃないですか、うん、こっちの方が僕らなんかサリのイメージはそうですね、あのサリはイメージはこういう崩した、ね、ですね、あの伸び伸びとした線でね、うん、書かれてるんですけども、うん、まあ、ちゃんとね漢字をはっきりと読める字で書いてるってなかなかないですよね、うん、なんかすごいこれから研究
の対象として面白いなと思ってる作品ですよね、うんはい、サリ自身もそうだし、この内容、平安時代の人たちの、暮らしであったりとか、ね貴族たちの暮らしであったりとか、みんな困ってますね。そうなんですよ ね意外とやっぱり、ね、そういう意味で建物を建てるときはね、はい、みんなやっぱり困るんですよね、うん、大きいお金が、はい、動くんでしょうね、動くんでしょうね、すごい楽しみな作品ですよね、はいはい、じゃあこれからいろいろ調べて、はい、いろんなことが分かるといいなと思います、はい、どうもありがとうございました。